プロキシマスはベルギーブリュッセルに本拠を置く電気通信事業者。同国最大の電気通信事業者であるベルギー政府が株式の過半数を保有するユーロネクストブリュッセル上場企業。プロキシマスは1994年にベルガコムとエアータッチがそれぞれ75%と25%を出資して合弁事業として設立された。エアータッチは後に ボーダホンに合併された。1994年1月の開始時、プロキシマスは、元は GSM900 体のみだったに、GGSM ネットワークと共に古いモブに、アナログネットワークの運営を引き継いだ。古くなったモブにネットワークは1999年に廃止された。必要となれば、プロキシマスはネットワークを保管するために、GSM1800 も使用することができる。 プロキシマスは、もともとは事実上独占状態であったが、規制緩和後、第二の g s m 九百オペレーターであるモービスターが九百九十八年に、それに続いてベース、そして KPN オレンジが九百九十九年に、参入した。後の二社、特にベースの激しい価格攻撃にもかかわらず、プロキシマスは、成長を続け、 現在、飽和状態と考えられている市場にて50%以上のシェアを保有している。かつて、プロキシマスは、ベルガコムの子会社の位置づけであった。2004年に株式公開した後、ベルガコムが株式の50%を保有し、また、ボーダフォングループが25%を保有していた。2004年は22億3900万ユーロの収益があり、 11億3500万ユーロのイビーティディエがあった。2015年6月、ベルガコムは社名をプロキシマスに変更した。ありがとうございます。